どうも赤文字赤崎せよ赤文字マチマチ TV、はい、ですということで今回は特別編ですけども、うん、雷さん、こちら私どもの元同期のですね、うん、宮川くんという方が、うん、東武練馬駅に開いたお店でして、ちょっと申し上げなかったですけど、まあ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 、かなり、もう何年も前に辞めてしまったんですけども、ね、はい、いつの間にかこうラーメン屋さんを開いてたということで、久々で、二郎系じゃないんですけども、ちょっとぜひということでね、撮影させていただきました。特別編だろう。特別編です。へい。癒着です。いや、まあ、ちょっと紹介していきましょうね、メニューは。メニュー豊富ですね。そうなんですよ。鶏塩、それから醤油、それから、チャーシュー丼なんかもあって、うん、冷麺なんかもやってる岩手出身なんで。うん、はい。で、今回はですね、こちらの塩にですね、うん、全トッピングをちょっと入れるという、最強の布陣。ちょっと寄せてる。まあ、そうですね。さあどんなものか、ね、着丼の仕方もいつもと違いますよ。特製鶏塩ラーメン、ね、うまそうですね。全部入って、まあ、鶏塩は頭ネギ貝割れまし、ネギビツナマシ、メンママシ、海苔という状態になっておりますが、こちらの金額2190円でした。そうですね、しかも大盛りも入ってますよこれ ね、 ね、さあこちらを食べ進めていきます。ということでいただきますね。スープ、見てください、透き通ってますね。これね、岩手県産のね、これブランドの鶏ガラと、高級素材である羅臼昆布ね、これを主に使った、チンタンスープというスープですね。まあ、すっきりなんですけども、後からね、塩がギュッと追いかけてくるね、追いかけっこスープです。さあ麺いきましょうか。麺いきますよ、はい、ねえ、やっぱりいつもジローを見てるととんでもなく細いように見えますが、確かに、こちら 100% 国産小麦の春よ来いというね、ブランド使ってるんですよ。名前のユーミン、ユーミン、まあまあ好きなんだよ俺。あ、そうですか。ユーミンが、なんとですね、このあんまユーミンは出てこないんだけども、国産小麦 100% でラーメン出すっていうの結構ね珍しいらしいですよ。オーション麺とかも外国のものをブレンドして、そう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 使ってるんで、国産 100% 珍しいということですね。でネギ、水菜、貝割れ一気に食べてますけども、シャキシャキ度はもうマックスです。違う食材ですけども、いつももやしなんでね、トッピングするとね、ラーメンサラダみたいな爽快感を得られるということでおすすめでございました。はい、塩だしね。そうです。さ、そしてこちら、うまそう、白金豚ではございません、プラチナ、ハッキントンと読みます。まあ、プラチナポークでいいんだけども、プラチナポークなんだけどね。こちらは岩手県のブランド豚でして、まあ、プリッとした柔らかさ、それからとろける、上質な、脂が、まあ、特徴的ということでね、非常に、まあ、多くなってるんだけども、うん、特製にした時点でもう2枚入ってる、はいはい、ここにさらに3枚入れてるんで、5枚のハッキントンということでございますね。すごい、もう白金にあるタワーマンションのようにもう上げてますけども、白金とは関係がございませんということで、次行きましょう、ね、黒胡椒、まあ、豚の脂がね主張が強いんで、後半の方で胡椒でビシッとこう、あ、いいですね、そうそう、締めて豚の味変というのもありかもしれないですね。はい、さあ来ました味玉、特製にするともう1個入ってるんだけど、そこもかなり足してますマジ、はい、重複してるんですねそうですね、なかなかのとろーりタイプの味玉ですね。これ黄身が出てくることによってね、この細い麺にどんどんこう絡んで絡んで絡んで、すごく美味しいということなんですね。はい、もう一個、よいしょ、まんまいっちゃう、これじゃんいやでも出してるけど、出してるけどね。さあそして来ました、鶏チャーシューということでね、こちらハッキントンとは全然違う、ちょっとさっぱり肉なんですね、でちょっとこうささみみたいに見えますけども、まあ、いわゆるささみよりもすんごい柔らかいですね、これ、脂身が少なめということで食べやすい、特製にするともう3枚入ってる、もともと追加で買って4枚ということでね、7枚の鶏をここで食べてます。つまり、つまり鶏、はい、豚12枚、その通りダースダースだね、参考になるでしょ、これが食べるのは。そうですかいやいや、そんなことはこれぐらいいこうかないや、そうっすよ、ということで
ハンインドッツァンでしたということなんですね。まあ鶏のスープ、塩のスープということで、まあもちろんトッピングしなくても美味しいですけども、まあ地方のマシマシレベル 84.166 ということでございます。はーね、ちょっと宮川くん情報さらっとだけ言いますけども、かつてね、はい、僕ね、NSC 時代に一回お米もらったんだよね。宮川くんに。で、今度ラーメンも食べさせてもらってるということで。恩人じゃないけど、生活を支えてもらって。飯食わせてもらってる。飯ばっかり食わせてもらってて、本当に。宮川さんに。まあ、というわけでね、塩がお好きな方には、これ、ぜひ、おすすめのお店なんでね、ちょっと行ってみてください。注目だね。おっちゃんです。まだね、宮川くん。宮川くん。Thank you.